誰だろうと簡単にな。簡単だからこそいいんだぜ。瞬間的に紙にしてくれるからこそいいんだぜ。俺の負けだ。マジでビビったよ。だが喜んで敗北するよ。ペラペラの紙になったんで、シュレッダーの中に手を突っ込められたからな。何引っ張り出してんだ。その紙を広げるな貴様。どら俺は喜んで紙になるっす。フンガミユヤ、おめえなんかちょっぴりかっこいいんじゃねえかよ。東方ジョウスケ、広瀬浩一、いや、言い寄るなジョウスケ。この髪を見ろ。いや、破けぞ。この髪の中にはフンガミユヤがいる。アクト3スリーフリーズ。重い。なんだっけな、お前に対して思い出すことがあったんだ。そうだ、思い出した。俺お前を殺すって言ったよな。そうそう、確かに言ったぜ。俺お前のようなタイプは絶対許さねえって言ったよな。人質取ってよ、人の精神に脅しかけてくる野郎はよ。ちょっと待ってくれ。僕は他人が怖がるのを観察するのが好きなだけだったんだ。スタンドを身につけたばかりなんで、つい図に乗ってしまったんだ。反省するよ。悪かったと思ってるんだよ。おめえを見てて一つ気づいたことがある。お前よ、怖がるとき片目つぶる癖があるだろ。ん？それ癖だよな。だがもっと怖い時は両目をつぶる。観察するのが好き？じゃあしてろよな。黙っておとなしく観察だけをよ。犯人。エニグマの少年宮本照之助、本になったので再起不能。本の内容はジョウスケは読んでいないが、森尾町立図書館に寄付。エニグマのタイトルを会員に言うと持ってきてくれる。貸し出し禁止。この本を読んでいる時、たまに声が聞こえるような気がする。さてと、これで終わり。つうわけでもねえんだろうな。